早速焼きましょう。よし、これでとりあえずツルハシは取りに行かなくてよくなりましたね。よかった。はい、皆さんどうもこんにちは、小春です。今日も頑張ってこちらの方で修行を積んでいきたいと思います。なんかね、こっちの方に深い洞窟ありましたもんね。なんか洞窟というよりは、もうなんていうの、何あれ、なんていうんやったっけな、忘れた。なんやろ、深いところ。蜘蛛の声した。蜘蛛いるんや。この横やっぱ絶対洞窟ですね。気をつけな。この横とは限らへんけど、多分私の勘が正しければ、こっち側がね、結構深い洞窟やったんですよ。なんでこっち向きはもうこれだけにしときましょう。あー、危な。怖い怖い。嫌やなー、またこれ、石掘ってる間はあれですね。なんかモンスターの声に脅かされながらやらんとあかんよね。あー、怖い。なんか急に暗い石が出てきたら、穴向こうつながってんのかと思って、ちょっとびっくりする。ヒヤッとする。うわー、めっちゃ声しますね。うわー、怖いわ。ほんまに真横になんか洞窟あるんや。どっちやろ、ほんまに右で当たってるかな。この当たりつけてるのが間違ったら万が一ってことがあって、怖いわ。怖い怖い。で、こっち側に次行こうか。まあね、洞窟に当たったら慌てて閉めればいいんですけど、なんか怖いよね。できれば当たりたくないよね。洞窟とかやとね、鉱石もむき出しになってるんで、まあ効率はいいんですけどね。ただ松明ガンガン置いて、しかもモンスター山ほどいてみたいな、戦いながらの採掘になるから、どこに置こうかな。チェスト、こっちの横に置いていきましょうか。とりあえず、あ、金ももっと持ってきたらよかったな。ね、木が少ないね。あー、ちょっとしか置けへん。うわー、あともう一個行きたいな。もう一個行ったら危ないかな。ちょっとドキドキしながら、広げれるだけちょっと広げてみましょうね。今まだここまでしか広げられてないんですけど、ちょっとね、チェストを作りたいんですけどね、木がね、足りなくなっちゃったんで、結局チェストをね、作るための木を取りに 上がります。致し方ないな。で、上がりついでに、ここにちょっと階段をつけようかな。ね、階段つけながら上がりましょう。そしたら納得納得。こんな感じでね、階段をつけながら上がって木を取ってきます。はい、今ね、木を取ってきました。で、ほら、雪しなに階段をつけたんでね、グリーンの楽ちんです。 こっちも、あー、一瞬ね、これなんか生き生きすることになっても、ほい、すぐに。で、そしてチェスト、これもう一段高くしたら、チェストもう一個置けたね。その方がいいのかな。せめてチェストのとこだけでも開けましょうか。そんなことして大丈夫かな。よし、これで3個ずつ置いていきますね。えいえい。
でまた足りひんくなったらその時考えましょうか。とりあえず置く場所はたくさんあった方がね、安心してどんどん取っていけるんで。そしたらこの余分に持ってきた木とかここ入れといて、土とかも、あ、これも置いとこう、これも置いときましょうね。うわー、でもちょっと待って、松明が足りひんくなるな、こりゃねえ、これ松明が足りひんくなりますね。かなんな、何もかも足りひんやん。あ、でこの焼けたやつを使って、はい、つるはしをで金取りましょう。よいしょ、わあ、いっぱい出てきた。うん、はい、これで金が7つ。そしたらどうしようかな、こっち行ってみましょうか。あー、モンスターの声してる。どっちから聞こえてんねやろ。上、下、横。今夜かな。あ、夜じゃない、やっぱり洞窟なんだ。嫌やな、こんなとこでも聞こえるってことは右じゃないのかな。おお、すごい空洞。うわー、どうしようどうしよう、こんな何も出てきひん、手応えのなさそうなところでこんな怯えさせられるね。いやー、これ左もなんかな、左、あ、これダイヤ、これ多分ダイヤ、やったー、ダイヤモンドを見つけました。よいしょ、ちょっと周りにね、危ないものがあったらいけないんで、ダイヤの周りが安全かどうかを今ね、周りを、あ、やった、鉄、あ、ダイヤ離れたところにあった。おお、でもなんか怖い、今なんか、おお、ダイヤ、ダイヤの嬉しさを上回って怖いなんちゅう、だってこんなに、こんなにモンスターの声すると思わへんかった。鉄、鉄、鉄の剣を作りましょう、鉄の剣をね、いつでもこう応戦できるように。怖い、このヒット率の低い私でもモンスターにやられないように。うわー、すごいな、よっ、すごいですね。この下とかね、マグマとかもこのあるかもしれへんから気をつけながら行きますね。よいしょ、ちょっと待って、怖いわ怖いわ怖い、今すごい冷や汗が、あ、もしかしてダイヤ2回見つかってる感じ、これすごいな、ラッキー。ダイヤもね、
エンチャントで、何やったっけ、あの数が増えるやつ。何やったっけな。ちょっと今怖すぎて思い出せへん。何やったっけ。たくさん落としてくれるやつって言ってたやつ。何でしたっけ。はあ怖い。何やったかな。まあまあ何しかそれを。ツルハシにつけたらダイヤがね、もし1個のところが2個になる可能性もあったりするんですよ。なんでまあエンチャントテーブルを作るのに必要な、最低限必要なのが、黒曜石を取るためのツルハシを作るっていう3個ね、ダイヤが3個最低必要なんで、3個は普通に取らざるを得ないんで普通に取っといて、あとはシルクダッチで取って、その増えるやつエンチャントで増えるやつが作れてから取ろうかなね。そうしましょう、そうしましょう。わーい、やった。ちょっと怖い怖い怖いな怖いな。はい、もうもっとアップで撮りたい。こんな感じ。やったー、ダイヤゲット、イエーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も頑張ります。またねー。